ザ・ペニンシュラ東京は東京都千代田区有楽町一丁目にあるホテルである。運営は香港上海ホテルズ2007年9月に開業した。客室数は47のスイートルームを含む314。最も標準的な客室であるデラックスルームは54平方メートルの広さ。最高級のペニンシュラスイートは347平方メートルであり、 2019年にザオクラ東京内にインペリアルスイートが完成するまでは都内最大級の面積だった。館内のレストランとしては24階にあるメインダイニングピーターのほか、2階の中国料理平墳テラスと地下1階の和食鶴家がある。1階の正面玄関脇にはオールデイダイニングとしても機能するロビーラウンジザロビーがあり、午後は ペニンシュラ名物のアフタヌーンティーを楽しめる。また、地下1階のペーストリーブティック内には、軽食や喫茶が可能なカフェが併設されている。屋上にはヘリポートがあるが、これは一般の高層ビルの屋上にある、非常用ヘリポートではなく、成田空港との間で、ヘリコプターによる送迎を行うことを想定して、設置されたものである。そのため、豪華な内装を施した。 乗客用待合室なども用意されている。しかしながら、営業用のヘリポートとしての使用許可が降りていないため、まだ使用されていない。ホテルは、晴海通りと日比谷通りの交差点脇にあり、日比谷通りを隔てて、西南側は、日比谷公園と、西北側は、公共外苑を囲む堀の一つである日比谷堀に接する。敷地は、三菱自称が所有しており、香港 上海ホテルズ社が50年間の賃借契約により営業している。建物も当初は三菱地所から賃借していたが2015年に香港上海ホテルズ社が取得している。この場所には日活社長であった堀久作によって竣工した日活国際会館があり、上層会は日活国際ホテルとして営業していた。 しかし、日活の経営悪化により1969年に三菱辞書に売却され、ホテルは閉館した。建物は日比谷パークビルと解消、旧ホテル部分もオフィスに改装して2003年まで使用されたが、建て替えのため解体された。など、ありがとうございます。